そしてもし中高年になられて運動不足を解消しよう、今の自分を変えたいなと思われた時は、できればニュースポーツ、このスポーツを始めてみる、見たことも聞いたこともあまりもちろんしたこともないスポーツを始めることをお勧めします。なぜニュースポーツをお勧めするかというと、例えば私が今、50超えてるんですけど、ここからテニスってかっこいいよね、昔やってみたかったのよね、でもやったことがないからやってみようかしらと、こうテニスを始めようとすると、テニスって格段に上手な方いらっしゃるんですよね、周りに。そうするともう歴然とした差の中で、初心者から始めなくちゃいけない。この差ってなかなか50超えてもなかなか、一生懸命練習するんだけど、好きこそものの上手なれなんだけど、埋め合わせることができない。そのままハマっていくとね、いいんだけれども、ずっと教えられたりコーチされたり、自分が好きなように上手くなれないと、なんだかやってても楽しくないなっていう気持ちが芽生えたりすることがあります。ですからニュースポーツなんですよ。なぜ？みんなやったことがないから、初心者だから、スタートラインがほぼ一緒。